和気信仰中川麦茶。本日のメインイベントフェザー級の8回戦です。2人は本来スーパーバンタム級、しかし今回はフェザー級の8回戦として行われます。あれは結構話題になった試合でもありました。さあストレート打っていきます。和気、ストレート右から入っていきます。この試合なんですが、まず小原さん、どういったところを注目されますか？そうですね、どちらもやはり長所がしっかりしている選手なので、和気のフットワークとキレ、もしくは中川選手の右の大砲のストレート、どちらの長所が上行くかだと思います。入ってきました。かなりお互いにこう距離的にも重なりそうな感じがあります。松永さん、この辺いかがでしょうか？そうですね、先ほども和気選手の左フック、ロングの左フックがちょっと危ない、ちょっとグローブの上だったようには見えたんですけど、結構危ない角度で入ってるかなと思うので、そこは中川選手気をつけながらで、中川選手も同じような距離で同じようなパンチを有効に使えると思うので、そこでしっかりと打ち込んだ方がいいんじゃないかなと僕は思います。基本的にはこうやって中央を中川が取っていく展開です。ボディーを打ちました和気。やはりサウスポーの今の左ストレートをボディーに打ち込んでいると思うので、それを、中川選手右手で反応してしまうと上がやっぱり空いてしまうので、そこをちょっと距離で外すなり肘でガードするなり、ちょっとグローブで大きく動かすとやはり危ないんじゃないかなと僕は思うので、そこは気をつけたいところじゃないかなと思います。第1ラウンド残り15秒。この辺りは交錯をします。中川も今右を当ててきました。第1ラウンド終了、拳を突き上げたのは赤の和気です。そういった躍動感は一つ見せました。ただ距離は重なると、お互いにパンチはありますので気をつけたいところでもあります。ボディ中川選手がすごい後ろ重心に構えて、多分右と左フックを狙っているので、和気が変に上に狙いに行くと危ないなと思うので、和気はしっかりボディから組み立ててほしいです。今ボディ打ちました。カウンター待ってるような感じの雰囲気はかなり中川選手出してますもんね。ボディーいい感じでボディー出しています。詰める中川、ここから入っていったボディーへ、ボディー。小原さんの言葉通り、本当にこうボディーはしっかりと意識をしながら和気選手入ってますね。これ続けていってほしいですね。そして顔面に当たります。ただまだまだ早いです。まだまだ早い。きっと中川選手もそこを狙っていると思うので、入ってくるところの左フック、そして自分の良いところの右ストレート、十分にパワーあるので、注意しないと。ボディ、そのお互いに距離が長いという話、松永さんからもあったと思いますけれども、そういったところに関してはここまでどう見えていますか？和気選手の方がジャブだったりロングの、攻撃、あとはジャブワンツーのタイミングで、打ったりシンプルにワンツーで入ったりと、多彩さを見せてるかなと思うんですけども、和気選手はガードで避けるような防ぐような選手ではないかなと思うので、そこがちょっとのズレがあったときに、効かされたりする可能性もあるので、和気選手としてはそこを気をつけながら、中川選手はそこをうまくかき乱しながらやった方がいいんじゃないかなと思います。2ラウンド残り10秒切っています。第2ラウンド終了しました。今回はもう仕上がりが非常にいいんだという話を、中川選手がしていました。一度引退した選手ではありますけれども、そこから、赤穂亮選手との試合で、左当たりました。左お互いガードが、高い選手ではないので、かなりスリリングな打ち合いになってるんじゃないかなと思います。ちょっとダメージありますね今。少し足元がふらつきました。目はしっかりしていますが中川。少しずつタイミング的に小原さん、和気選手見えてきた感じでしょうか？そうですね、多分まだ見えてはないと思いますけど、スピードが脇の方があるので、先に当たってますけど、当たってからの相打ちだったり、中川選手も狙ってるので、そこはやはり怖いですね。近い距離が多くなると、中川選手有利かなと思いますね。まさにそういう試合を中川持っていきたいんでしょうね。左からこのタイミング、中川もいいタイミング持っています。中川選手は打ち合いたい、僕はフットワークを使って出入りで攻撃したいっていう感じですかね。はい。あ、右！向き合った時の右だ。ダウンを奪いました中川麦茶。お客様にお願いいたします。声を出しての応援はご遠慮ください。恐れ入りますが拍手での応援をお願いいたします。皆様のご理解をお願いいたします。危険な香りはしていた中で小原さん、中川選手のパンチが当たりました。ショートの左ストレート、右ストレートですかね。すごくいいパンチでした。右ストレート。まあそのタイミングの変化で捉えたというパンチだったんですね。そうですね。はい。そういう風に見えました。第4ラウンド始まっています。ボディを打っていきます。負けとしてはやることは変わらずやっています。左。まあただ入ってくる刹那を本当に右。ちょっと左の肩が外れてる。左の肩外れました。これは痛恨。右ですね、右の方ですね、外れてます。そして中川は逆に歓喜のおえつ。いや、これどのタイミングで外れましたかね。なんか倒れる前すごい嫌がったので、ですよね、このタイミングですかね。はい、手を何かついたときに外れたのかちょっと分かりませんでしたが、テクニカルノックアウトでございます。ただいまのテクニカルノックアウトタイム4ラウンド29秒4ラウンド29秒、勝者青コーナー中川麦茶。喧嘩だという表現をしましたけれども、本人、かなりのいろんな思いを抱えてこのリングに上がっていました。そして負けたら引退というふうにも言っていた負け選手にとっては、なんとももどかしい、非常に悔しい結果になります。まさかのおそらく肩だと思いますが、それによるテクニカルナックアウト負け。